積分っていうのはとにかく細い柱に分けてそれで計算するというのがポイントなんです。だからどんなものでも必ずですね、二次関数と要は交点から交点までの二次関数の積分になったらこの形になっている。もうこれが放物線と放物線であっても結局トントンと下に下ろしてくると、そうするとこの X 軸と放物線の状態になるんですよというところがポイントです。だからいつも同じになるんで、だからこそいつも同じ公式で6分の1公式というもので処理ができるんだよ、先頭の係数しか使わないで処理できるんだよというところがポイントなんですね。このように